トゲチャクワラは、波中高有林目イグアナカソロマリス族に分類されるトカゲ。別名エンジェルアイランドチャクワラ。メキシコ模式標本の産地は、アンヘルデラグアルダ島。全長60センチメートルと、族内でも大型。底部には、トゲ状の鱗が並んでいる。種小名ヒスピダスは、ラテン語で、トゲのある、トゲの多いのい。砂漠や、ヤブチに生息する。 中高生で、夜間は、巣穴や岩の隙間などで休む。族内では最も木の衛生傾向が強く、樹上に開花した花を食べることと関連があるとされる。木本や低木の葉や果実、草本、サボテン類の花や果実などを食べる。高雨量による生息数の変動があり、干ばつなどによる影響が懸念されている。ペットとして流通することもあり。 その採集による影響も懸念されている。一方で、主な生息地であるアンヘルデラグアルダ島は、無人島で保護区にも指定されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。飼育か繁殖個体が流通する。同族で、主に流通する、北チャクアラソロマリスエーターよりも丈夫で、低温などの環境の変化にも強いとされる。ありがとうございます。